杉本の好き鍋のマストのアイテム、こちら玉ねぎなんですよ。椎茸、椎茸は絶対入れた方がいいです。やっぱ旨味成分強いので、もう好きな人もこれぐらいで食べちゃいますよ多分。それはちょっと私は早いね、レアみたいな。いいお肉はお肉屋さんに任せとけば間違いないです。皆さんこんにちは。今回も崖っぷちデパートのもぐもぐ担当花見がお送りいたします。今回ご紹介するのは杉本の好き鍋、人気の味をお家で十分楽しめるお肉を紹介していきたいと思います。楽しみ。国産黒毛和牛肩ロースのお肉です。実際にですね、こちらのお肉を好き鍋にしてもらいます。やったー、お願いします。よろしくお願いします。家庭でも、簡単に作れるので家で杉本の味再現してみてはいかがでしょうか。これ一人用の、まあ、鍋なんですけど、こういう鍋家にはないと思うので、平鍋みたいなでもいいと思うので、もう具材を入れていただいてっていう形になります。今日はこちらの鍋を使います。杉本の好き鍋のマストのアイテム、こちら玉ねぎなんですよ。1人前だったらこれ半分使っちゃいます。めっちゃ入れます、ね、はい、めちゃくちゃ入れます。こういう感じですかね。あ、でも普通にシンプルに切ればいい。玉ねぎの繊維がまあこう入っているので、繊維を切る形で、切ってもらって、これも 1人前で半分ぐらい、ね、はい、使っちゃいます。へ、でもう鍋にどんどん具材を入れていってもらえばいいんですよ。これ白滝、白滝と椎茸、椎茸は絶対入れた方がいいです。やっぱ旨味成分強いので、椎茸は絶対に入れた方がいいですね。こちらはささがきごぼう、ささがきごぼうを、これすき焼き風、お風ですね、あの味噌汁とかにも入れる。最初に全部入れちゃっていい？入れちゃいます。はい、もうバンバン入れちゃいます。で、焼き豆腐、焼き豆腐ですね、焼き豆腐も入れて、ネギですね、ネギもう好きな食材入れてもらって、で、これがその割り下になるんですけど、杉本の割り下分量はちょっと言えないっす。はい、分量は言えないですけど、ザラメを使ってるんですよ。肉もやっぱ油に甘みが結構あるので、それと喧嘩しないように、考え抜かれたのがこの割り下、はい、ザラメを使った割り下をこの鍋に貼ってもらって、でもうこれ直接火にかけます。秘伝の割り下なんですけど、はい、どういう風に手に入るか教えてもらってもいいですか。この割り下売ってます。はい、杉本で売ってます。そちらでお買い求めください。火加減も結構強い感じで、直接火にかけてもらって、でまず野菜に火を通さなきゃいけないので、もうグツグツ煮てもらって、野菜に火が通ったらお肉を入れて、ちゃ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 っとしゃぶしゃぶみたいな感じの火加減でも食べれる、そのぐらいの火加減が好きっていう人はそれで食べるのがいいと思います。まあでもこれぐらいなんですよ。これぐらいで野菜が煮えてくるんで、あとはお肉を入れるだけなんですよ。ちょっとスペース空けてもらって、うんうん、お肉入れるんですけど、でけど、どれぐらいがいいですか。焼き加減いかがなさいますかっていう感じですよ。あ、焼き加減はミディアムレアぐらい。ミディアムレア、懐かしいわ。割と硬くな、柔らかいやつの方が好きです。なるほど、はい、でもうここに直接お肉入れてもらって、でこう肉の脂の旨味とかがこれ溶け出すわけですよ。ここで火入れていくんですね。重なってるとその分やっぱ火も入らないんで、もう好きな人もこれぐらいで食べちゃいますよ多分。それはちょっと私は早いね。レアみたいな。これ結構今肉3枚入れましたけど、3枚はこの鍋だったらちょっと間違えたぐらい入れてますね。せいぜい2枚、三つ葉を乗せて出来上がりですね。完成しました。では早速いただきます。ありがとうございます。いただきます。卵を溶いてもらって、はい、まあ、そこにもう肉からいってください。イエーイ。めちゃめちゃ美味しいです。言葉がすぐ出てこない、とろける感じで、油がめっちゃ美味しいです。豪快に切った玉ねぎバリ下の甘さがなんか絶妙にマッチしてて、
両方甘いけど別の甘さみたいな、まあ、美味しい。そうですね、本当に喧嘩しないそうそうそう、それがいい。本当に甘みが強いんですよ。玉ねぎ割りしたあ、そうですね、肉の脂の甘み、あ、確かに肉の脂の甘みは本当これに勝るもんないですね。見てください、こうしみしみ、うーん、甘み、さっき言った甘みに麩の香ばしさがたまらないですね。うん、グルタミン酸が十分に感じられて、グルタミン酸感じました、グルタミン酸を感じました、グルタミン酸を感じたら間違いないです。食ってる、食ってるじゃないですか、はい、ずっと盛り盛り盛りだけに、あれ盛り盛りだったっけ、何が盛り盛りさんじゃなかったっすね、あ、もぐもぐ、あ、間違えた、もぐもぐやん、惜しい。そう、冷凍の状態だったらもう薄くスライスされてるんで、電子レンジで解凍とかしなくて もう常温で本当に手でこうやって挟めば溶けるぐらいじゃないですかね。それこそ冷蔵庫にそのまま入れとけば、明日 200g 食べようってなったら冷凍庫から冷蔵庫に 200g 移しとけば、次の日にはちょうどいい状態で溶けてるはずです。次のこの肉は生産からお客さんの手元に届くまでっていうのを一貫して自社でやっているので、こう杉本の自信を持ったお肉っていうところがお客さんの元に届きますよと。いいお肉はお肉屋さんに任せとけば間違いないです。同店長はどんな時に食べるのがおすすめとかありますか？食べる時ですか？食べる時、やっぱりなんかお祝い事と なんか記念日、とかに、まあ、よく食べられるのが一般的かなと思います。肉は毎日食った方がいいと思うんですよいつって言われたら僕は毎日と答えたいです。毎日元気が欲しい時、はい、元気になりますよ、肉食べる。元気になりました、はい、元気になりました。僕毎日食べてますもん、やっぱり元気で、元気の見えるじゃないですか。元気ですもんね、はい、元気そうなんです、元気なんですよ肉食べてるから、はい、毎日肉食べてるから。なるほど。ではここでデパちゃんをご覧の皆様に、マル秘情報があるんですよね。マル秘情報が、マル秘情報が、はい、今日召し上がっていただいた杉本のお肉をこの崖っぷちデパートでは精肉の杉本と、お惣菜の杉本ミートデリ、それからレストランキッチン杉本、この3つが一つ屋根の下で、楽しめますので、ぜひぜひ、お肉お肉お肉で毎日お肉を楽しんでください。今日ご紹介した国産黒毛和牛肩ロースすき焼き用 800g は大丸松坂屋オンラインストアでも購入いただけます。ぜひ皆さんお肉おいしいのでチェックしてみてください。この動画が面白かった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のデパちゃんでお会いしましょう。またねー、またねー、またねー。